今日6月28日です。それ YouTube が入っちゃったから撮り直しです。明日富山行くんで、はい、まあここまでやっていこうかなという話ですね。まあ、一応ここだけ終わらして、廊下とあとは発泡スチロールかな。でなんか床下がやっぱりもうここまでの道具だと入ってきちゃうんで、もう納屋とか全部ゴマコン打つことと、あと屋根の雨水をできるだけ遠くに落とさなくちゃいけないんで、早急に、もう早急というか最初に屋根を作っておくべきだったね。で屋根作ってそこに荷物を置いて回すべきだったね。屋根が回らなかった。なのでまあちょっとここやっていきます。はい、ですね、この動画は、まあ、富山に行く前の動画ですね。で、ちょっと長いんで切ってます。すごい中途半端に切ってますね。で、まあ、もう動画の画面でわかる通り、なんとか無理くり穴を通して、つなげました、パイプは。でもまだ、蛇口と、その蛇口をつけるための壁がまだついてない感じですね。で、ここも実は意外と寒いんですよ。意外と寒いのと、隣に浴室があるんですよ。で、浴室は、なんだろう、断熱ってめちゃくちゃやられる、めちゃくちゃするんですよ。で、浴室だけは、新しく、賃借人を募る段階で、前の、持ち主がつけたようです。いや、でもなかなかね、いい金、多分230万ぐらい払ったんじゃないですかね。画面の左側にちらっとしか浴室映ってないですけど、新品っすもん。で、新品で、しかも、浴室と、その手前ですね、画面手前はちょっと切れてるか。トイレも新設しました。なので、それ込みで50万で買えたっていうのはちょっとウハウハだとは思ってはいたんですが、まあ、なんと、まあ、いろいろあり、特にボイラー壊れてる、給湯管は外れてる、水回りですね、床下の水の浸水はジャブジャブ入ってくる。で、それでいて、不当震度が出ていない物件。まあ、自動的に冬住んだら水道管破裂しまくるってわけなんで、いやー、まあ、いい勉強になってますよね。で、今、たらればで振り返ると、まず、1年目の時点で、電気だけを契約して、電気の、ブレーカー、メインブレーカーを落とさない方がいいということですね。で、おそらく1年目に関しては、ボイラーは壊れてなかったんじゃないかなという僕の読みです。なんでかっていうと、排水をするためのバルブっていうのを見つけたのは、物件を買った翌年の春です。なので、水抜きが絶対できてなかったんですよ。ボイラーの中だけ。なんで、ボイラーのタンクの水が、タンクに水を、給水する導管が破裂してたんで、まあそのせいでしょうね。まあ僕がちゃんと水落としさえやっておけば、50万、60万の出費はおそらくなかったかなっていう感じです。はい。で、まあ、動画に戻りますが、ここ廊下っていうのは寒くて、で、ですね、おそらく主がいたんでしょうね。浴室の天井裏に。で、その主っていうのは誰なのかって言ったら、多分野良猫っす。糞が断熱材のところにめちゃくちゃしてあって、あ、もうこんちくしょうと思いながら、糞の撤去はしなかったんですけど、これ納屋に入って、お風呂の換気扇の換気口のちょっと下あたりに、なんでかわかんないですけど、通風口側の穴開いてんすよ。なんでかわかんないです。多分、元々の平屋の天井部分の通風口なんじゃないかなーなんて思ってます。まあ、ここら辺謎ですね。多分ここ増改築一番したところだから、もうわかんないですね。
で、そこの通風口の、なんだろう、格子がもう朽ちて、錆びて朽ちちゃってて、そこはもうなかったんですね。なんで、そこからも多分猫だかタヌキが入ってたんでしょうね。で、冬場はもうぬくぬく断熱材で、の上で寝てれば、冬も、格子はしないレベルであったかいっすよ。で、ですね、それを見つけた僕は、100均の洗濯ネットをタッカーで打ち付けて塞いでます。それ以来、その主というのは帰ってきてません。なんかちょっとね、ここに出入りをしようとする猫は何回か見てます。同じの。多分、俺の寝床はみたいな感じで、僕にガンタれてたんだろうな、みたいな猫はいますね。で、そいつなんかそこ、まだいて、なんか、向かいの家の駐車場とかに時々たまにちょこんって座ってますけどね。はい。逆に浴室のね、断熱材の上にはこうブリブリ、糞を垂れやがってこの野郎みたいな感じで、まあちょっとバトルは今終わったんですけれども、まあここの廊下の天井もですね、発泡スチロールとスタイルフォームで断熱をしてます。で、やっぱり断熱をする順番として間違ったなっていうのは、給水管ですね、架橋ポリを通しちゃった後なんですよ。だから架橋ポリを変にいじくると、せっかく施した、なんだろう。あら、忘れた。クリアの、なんだっけ。架橋ポリでもなくて、ボンドがあるんですよね。グルーガンみたいなでっかいやつで、あれが何て言うか忘れましたけど、あ、防水、ポリエチレンじゃねえな、なんだっけ、ポリカーボネードじゃなくて、まああれですよ、お風呂の浸水とかを埋める、あ、シリコンだ、防水シリコンがあるんで、それが、緩んじゃうんですよ、せっかく、塞いだのに。だからこの塞いだ穴がまた緩くなっちゃうと、天井裏の雲がまたボタボタ落ちてきちゃうんですよね。だからそれまた疑問っていうかやめたいなというところです。で、点検口は作ってますね。なので、バルさんは結構炊きましたね。で、バルさん炊くとですね、ゲジゲジが大量に発生してました。これは面白かったですね。もうゲジゲジばっかり。いや、でもなかなか、今に近くなってきた感じですよね。いやでも架橋ポリの穴を開ける位置って重要で、穴を開けるところにやっぱり回し出センサーっていうのは買った方がいいっすね。ここで結構助けられたんですけど、回し出センサーって導線ですね。金属も探知する結構2,000〜3,000円高い5,000〜6,000円のやつがあるんですけど、それは使った方がいいっすね。なんでかっていうと VVF ケーブルを検知するんですよ。だから下手にノコギとかでガーって開けて VVF ケーブルぶった切りましたっていうとショートしたり自分も感電したりするから、まあ、おすすめはしませんね。で、おすすめするのはもうちゃんと VVF ケーブルとか、静電気を検知するタイプのまばしらセンサーあるんですよ。で、だいたい奥行きが3センチから4センチ、まあ4、5センチぐらいは、検知できる、いいセンサーがついてるやつあるんで、これはケチんない方がいいんじゃねえのとは思いますね。まあまあ、ここまでデタラメな物件っていうのはないっすよ。で、特にVVF ケーブルが垂れ下がってたり、この壁の中にあるんだろうなっていう見当っていうのは必ずつきますんで、なんでかっていうとコンセントがある、あとはスイッチがあるとか、そこだったら構造材に打ち付けてあるんですよね、大抵。でも、どういう風に、VVF ケーブルを配線してるかっていうのは分かんないです、絶対。まあ、動画でもありましたけど、VVF ケーブルじゃなくて、架橋ポリを、脱衣所から、通した、
まあ、だいたい、昨日の太いの動画かな。1個目の穴開けたんですけど、普通、ジョイントっていうの、ジョイントボックスから一直線に下に垂れ下がってるはずなんですけど、ここだけはなんか横に走ってましたからね。なんで横に走ってたのかがようわからんす。なんで多分もっと天井が低かったんだと俺は思ってます。なんでかっていうと、ここまで天井の高さがバラバラ、天井の天板の高さがバラバラっていうのが怪しいっすね。そもそも増築したのか、そもそも増築とかじゃなく、そもそもない建物の構造だったところに無理くり建物を足したのかっていうところですね。まあ、天井裏入ると、まあなんとなくはうんっていうハテナマーク出てきますね。今日は7月の1日になっちゃいました、はい。まあ、一応富山に車買い行ってきて、その続きからになります。で、今日は、石膏ボードとかが邪魔なので、一旦ここやっちゃいますね。メインはとりあえずここの壁の仕切りですね。これをこう仕切って、どうなるやらというところをちょっとやってみたいと思います。はい、でその前にちょっとですね、まあ、やり方って言ってやる順序間違えたんで、そうだな、とりあえずは、まあ、まず電取りがあるということなので、オープンシェルフにしたくて、まあ、まずは、わあすごいなこれ。まあいいや、とりあえずあっちからやってみます。まあ今ですね、これは壁に漆喰を塗るためにですね、発泡スチロールだったり、打ち付けるための真柱的なものをやってますね。で、これは、まあ、今管理人部屋になってますけど、そこの、あの端、真柱ですね。まあ、ここが管理人部屋があり、で、この1枚壁を作って、その向こう側には、あれがあります。洗濯機とか、洗面所を作ってたので、まあ、かなり防音はしましたけれども、今はここ管理人部屋で僕の部屋です。なんで、多少音がしても、まあ、俺だったら黙っていますよっていう感じです。まあ、これで徐々に様になってくるわけですね。まあ、天井の隙間風を、防ぐのにマグロールと、アルミを、100均のアルミを貼りました。はい。まあ、大体中途半端ですけど、ここはですね、現在管理人部屋、僕の部屋になってますね。で、もともとは6畳だったんですけど、1畳分だけ削って、将来的にはトイレと洗濯機と、洗面所が、混同する場所になりました。で、架橋ポリでちょっと今強引に、持ってきてます、水を。なので、どうなんかな、来年あたりはちょっと洗面台買いたいなって思ってます。まあ今日はこんな感じです。バイバーイ。